セメント樽の中の手紙。葉山芳樹。松戸与三はセメント開けをやっていた。他の部分は大して目立たなかったけれど、頭の毛と鼻の下はセメントで灰色に覆われていた。彼は鼻の穴に指を突っ込んで、鉄筋コンクリートのように鼻毛をしゃちこばらせているコンクリートを取りたかったのだが、1分間に10歳ずつ吐き出すコンクリートミキサーに間に合わせるためには、とても指を鼻の穴に持っていく間はなかった。彼は鼻の穴を気にしながら、とうとう11時間。その間に、昼飯と3時休みと、2度だけ休みがあったんだが、昼の時は腹の空いているために、もう一つはミキサーを掃除していて暇がなかったため、とうとう鼻にまで手が届かなかった。の間、鼻を掃除しなかった。彼の鼻は石膏細工の鼻のように硬化したようだった。彼が姉妹自分にヘトヘトになった手で移したセメントの樽から、小さな木の箱が出た。なんだろう、と彼はちょっと不審に思ったが、そんなものに構っていられなかった。彼はシャベルでセメントマスにセメントを測り込んだ。そしてマスから船へセメントを開けると、またすぐその樽を開けにかかった。だが待てよ。セメント樽から箱が出るって法はねえぞ。彼は小箱を拾って、腹掛けの丼の中へ放り込んだ。箱は軽かった。軽いところを見ると、金も入っていねえようだな。彼は、考える間もなく次の樽を開け、次のマスを測らねばならなかった。ミキサーはやがて空回りを始めた。コンクリが済んで就業時間になった。彼はミキサーに引いてあるゴムホースの水で、ひとまず顔や手を洗った。そして弁当箱を首に巻きつけて、一杯飲んで食うことを専門に考えながら、彼の長屋へ帰っていった。発電所は八分通り出来上がっていた。夕闇にそびえる恵那山は真っ白に雪をかぶっていた。汗ばんだ体は急に凍えるように冷たさを感じ始めた。彼の通る足元では木曽川の水が白く泡を噛んで吠えていた。チェ、やりきれねえな。カカアはまた腹を膨らかしやがったし。彼はうようよしている子供のことや、またこの寒さをめがけて生まれる子供のことや、めちゃくちゃに産むカカアのことを考えると、全くがっかりしてしまった。1円90銭の日当の中から、日に50銭の米を2升食われて、90銭で来たり住んだり、べらぼめ。どうして飲めるんだい？が、ふと彼は、丼の中にある小箱のことを思い出した。彼は箱についているセメントをズボンの尻でこすった。箱には何も書いてなかった。そのくせ、頑丈に釘付けしてあった。思わせぶりしやがら。釘付けなんぞにしやがって。彼は石の上へ箱をぶっつけた。が、壊れなかったので、この世の中でも踏みつぶす気になって、やけに踏みつけた。彼が拾った小箱の中からは、ボロに包んだ紙切れが出た。それには、こう書いてあった。私は
N セメント会社のセメント袋を縫う女工です。私の恋人はクラッシャーへ石を入れることを仕事にしていました。そして10月の7日の朝、大きな石を入れるときに、その石と一緒にクラッシャーの中へはまりました。仲間の人たちは助け出そうとしましたけれど、水の中へ溺れるように、石の下へ私の恋人は沈んでいきました。そして、石と恋人と体とは砕け合って、赤い細い石になって、ベルトの上へ落ちました。ベルトは粉砕塔へ入っていきました。そこで鋼鉄の弾丸と一緒になって、細かく細かく、激しい音に呪いの声を叫びながら砕かれました。そうして焼かれて、立派にセメントとなりました。骨も、肉も、魂も、粉々になりました。私の恋人の一切はセメントになってしまいました。残ったものはこの仕事着のボロばかりです。私は恋人を入れる袋を縫っています。私の恋人はセメントになりました。私はその次の日、この手紙を書いて、この樽の中へそーっとしまい込みました。あなたは労働者ですか？あなたが労働者だったら、私をかわいそうだと思ってお返事ください。この樽の中のセメントは何に使われましたでしょうか？私はそれが知りとうございます。私の恋人は幾たるのセメントになったでしょうか？そしてどんなに方々へ使われるのでしょうか？あなたは左官屋さんですか？それとも建築屋さんですか？私は私の恋人が劇場の廊下になったり、大きな邸宅の塀になったりするのを見るに忍びません。ですけれど、それをどうして私に止めることができましょう。あなたが、もし労働者だったら、このセメントを、そんなところに使わないでください。いいえ、ようございます。どんなところにでも使ってください。私の恋人は、どんなところに埋められても、そのところどころによって、きっといいことをします。構いませんわ。あの人は、気性のしっかりした人ですから、きっとそれ相当な働きをしますわ。あの人は、優しい、いい人でしたわ。そして、しっかりした男らしい人でしたわ。まだ若うございました。26になったばかりでした。あの人は、どんなに私を可愛がってくれたか知れませんでした。それなのに、私はあの人に京片びらを着せる代わりに、セメント袋を着せているのですわ。あの人は、缶に入らないで、回転釜の中へ入ってしまいましたわ。私はどうして、あの人を送っていきましょう。あの人は西へも東へも、遠くにも近くにも葬られているのですもの。あなたが、もし労働者だったら、
私にお返事くださいね。その代わり、私の恋人の着ていた仕事着の切れをあなたにあげます。この手紙を包んであるのがそうなのですよ。この切れには、石の粉とあの人の汗とが染み込んでいるのですよ。あの人が、この切れの仕事着で、どんなに固く私を抱いてくれたことでしょう。お願いですからね。このセメントを使った月日と、それから詳しいところ書きと、どんな場所へ使ったかと、それにあなたのお名前も、ご迷惑でなかったら、ぜひぜひお知らせくださいね。あなたもご用心なさいませ。さようなら。松戸与三は湧き返るような子供たちの騒ぎを身の回りに覚えた。彼は手紙の終わりにある住所と名前を見ながら、茶碗に注いであった酒をぐっと一息に煽った。へべれけに酔っ払いてえな。そうして何もかもぶち壊してみてえな。と怒鳴った。へべれけになって暴れられてたまるもんですか。子供たちをどうします。サイ君がそう言った。彼はサイ君の大きな腹の中に七人目の子供を見た。